丸山誠二は、日本の映画監督、男性映画を得意とする一方、塚陽洋子のデビュー作を取った監督としても知られる。代表作に、男ありで、太平洋奇跡の作戦キスカ、日本海大会戦など、77歳にて死去、山口県山口市道場門前町の出身、最高管理旧球生山口高等学校卒業、京都帝国大学法学部在学中に、 同大学公共楽団の第一、バイオリンメンバーとして、アルバイトで映画音楽演奏の仕事などもこなした。1936年、大学卒業と同時に、PCL に入社。同期に、黒沢明、関川秀夫らがいる、山本果次郎の助監督となるが、1937年と1943年の二度に、渡り王将。 日中戦争に従軍したために監督昇進が遅れる。1951年、死、山本かじ郎脚本の映画、サンタ物語で監督デビュー。初期は、ホームドラマを量産する。1954年、有馬稲子、池部両主演で、君死にたまうことなかれの撮影に入るが、有馬が病気により降板。代役として、たまたま当時家庭読み売りのグラビアを飾っていた毎日。 放送局の社員、塚陽子を起用して成功。死をスターダムに押し上げた。1955年には、志村隆が引退を控えたプロ野球の監督を演じた男あり手を監督。後派のスポーツ映画を目指し、そこに男性的なホームドラマを絡めた。この作品は、後に沢地被災が表した、志村隆の評伝に、 タイトルが使われるなど、志村の代表作の一つとなる、1965年、太平洋奇跡の作戦キスカで、初の戦争映画に挑戦。関係者に綿密な取材を行い、キスカ島守備隊の生存者をアドバイザーとして、撮影に立ち合わせるなどして、太平洋戦争中の知られざる無血撤退作戦の映画化に臨んだ。これで、戦争映画の力量を認められ、 1967年以降、東方が年一本ペースで対策戦争映画を制作するようになると、三船都市を主演に迎えて、連合艦隊司令長官山本56と日本海大会戦を監督する。この日本は東方特撮とのコラボレーションであり、 特に後者は、つぶらやエイの遺作として特撮が最大の見せ場になっているが、世界レベルで舞台が移動する壮大なドラマを手際よく、処理する丸山の演出も映画の完成度をより高めることとなった。一方、山本五十六や東郷平八郎とその家族を頂点として、様々な登場人物の家族ドラマや青春ドラマが交錯する群像劇に、 東方の普通級作品で数々のホームドラマや青春映画を監督してきた丸山の力量が存分に活かされた。1979年にフリーとなり念願だった日号合作の戦争映画南十字星を最後に第一線を退いた。ありがとうございます。